お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですね、先日ねクラロワ紅白戦がありましたということで、僕赤組のね団長として参加させていただいたというか、こういろいろ企画をね進めさせていただいたんですけども、赤組ね見事優勝しました。しかも、最後の最後に1ポイント差だったんですよね。で、団長戦にまで行って、そこでなんとねお見事勝利ということで、その試合を、とりあえず流そうかなと思います。で、なんと今回この2個のデッキ使ったんですけど、マザーネクロでね、ケンツを撃破しました。いやなんかマザーネクロはねもともと使いたいなと思ってて、マザーネクロってそんな強くはないんですけど、可能性はあるカードですね。スケラー引いたらめちゃくちゃ強いですし、意外とこういうコウモリとか、ラバパピーとかにも意外と活躍するしっていうようなカードなんですけども、普通にマザーネクロは使ってるもののガチでね勝ちに行ってはいます。もちろん僕もケンツに、なんか今まで本当に過去をたどると3年ぐらい前のね日本一決定戦っていうのがあったんですけど、その最初の大会の、初戦でかな、当たって負けたこともありましたし、なんか日本代表になる試合があって、それの決勝ですね、勝てば決勝だった、決勝というか日本代表だったところでも、負けましたし、なんかね8000歳んクラロワ最強決定戦とかでもね、負けましたし、なんか結構ね本当に煽られてはいたんですよ。ラットは俺に勝ったことねえからって言われてたんですけど、確かに俺勝ったことなかったなと思いながら、いや勝ちてえなーと思って、勝ちたいけどね、マザーネクロ使いたいしみたいな、複雑ですよね。なかなか勝ちにくくはなるものの、でも BO3 だったんでね、自信があるマザーネクロでね、多分僕ね世界で一番このマザーネクロの可能性を信じてるというか、このねマザーを大好きなんですよ。多分本当に僕ほどねこのなんとも言えないカードを好んでる人はあんま見ない、今んとこね、はい、全然ね使われてないカードなんですけども、見ていただければね、この試合大活躍ですからね。枯渇デッキのマザーネクロ入りですね。で、なんかね、端前スケルトン部隊とかでなんか攻めてますね、僕は。暇なんでね。で、このスケトラが僕のデッキきついんですけど、この防衛をね、見てほしいんですよ。これめちゃくちゃいい防衛してますからね、実は。マザーネクロ延命施設、このね、スケルトン、バレルか。スケルトンバレルとボムタワーの爆破で、スケドラはね、今処理してたんですよ。見ました？あのね、防衛がめちゃくちゃ大事になってきますね。そして、このね、魔女の豚によって、タゲを取ってくれて、吹き矢がね、めちゃくちゃ刺さる。いや、これマジでね、冗談抜きで、ここのマザーネクロの枠はプリンセスとかだったら負けてましたし、他のなんか、ね、ユニットでもなんなら負けてた。ママだからこそ、マザーネクロだからこそ、勝てたっていうのは結構本当にあって。だからこれプリンだったら絶対勝ててない。ファイボでも怪しいんですよね。ファイボでも怪しい。マザーネクロだからこそ勝てたっていうのはマジでねありますね、というところで、さあ1本目はね、まずは僕が取っていきましたよと。で、2本目ね、ケンツに、このスケラデッキですね。とか僕事前になんとなくデッキは決めてて、僕フリーズがすごい好きなんですよ。マザーネクロよりも圧倒的に。で、マザーネクロも使いたいし、得意なフリーズも使いたいなっていうので、スケフリをね、何の方にするかとか、どんなフリーズ使おうかなと思ってて、今回紅白戦は、ガチの対決であるものの、お祭り的なね、はい、なんかみんなこう、すごい面白いデッキ使ってましたし、自分だからこその、はい、デッキをいろいろ使ってたので、僕も僕のデッキをね、はい、使って、挑みたいなというのもあり、フリーズデッキですね。フリーズ、とりあえずフリーズ、一生フリーズ使ってるんですけど、このデッキね、世界大会かな、今年の、去年か、去年、一番直近の世界大会で、海外 のプレイヤーがね、使ってたデッキなんですよね。で、うわ、そのデッキめちゃくちゃいいなと思ってて、保存してたんですよ。保存してて、
あれこれいけるなと思って、まあスケルトンだったんですけど、エレスピの枠は前までスケルトンで使われてたんですけど、最近エレスピがね強いんですよね。まあコウモリとかウォールブレイカーとか、まあコマ抜きに対してエレスピが超絶ね、優秀なので、まあそういった部分でエレスピに変えて、まあそれがなんかいい感じになってましたねというね試合でございます。はい、でゲンツはゴブジェイプリプリですね。よく使ってますね。これインドサイってプリンス出されて4アド取られてるんですよ、実質。なので防衛スキラで耐えます。これ多分ユニットだけだったら突破されてましたね。でここは多分ゴブジェイキング起動できたんですけど、多分今のザップによって止められたっすね。いいザップを打たれてしまいましたが、トリトンとアーチャーと、まあ、LSP がねめちゃくちゃ優秀でございます。これいや、このスケラデッキはね個人的にめっちゃ強い。まあ、弱点はバルーンとかだと思いますね。インドラになんかザップとか打たれたらもう止まんないんでバルーン以外には全部に勝てそうなデッキなんで、ぜひね使ってみてください。さっきのねマザーネクロも個人的推しデッキです。このスケラデッキと、マザーネクロ枯渇ですね。はい、でこの後ね、1戦か2戦、やっぱマザーネクロとかこのスケラをね、使った試合もやりたいですね。紅白戦は僕、2試合しかなかったので、なんか試合を振り返りたいんですけど、2試合だけで終わっちゃうんでね。で、まあ、この後なんかね、2v2 もやったんですよね。そう、紅白分かれて、僕は赤組はキョウキョウさんと一緒のチームで、白組はケンツとドズルさん含め、たくさんの方にね、参加させていただいたんですけども、アーカイブもね、概要欄に貼っておくので、まだこう、何それみたいな、紅白戦なんか知らねえとか、まあ見てなかったとかっていう人は、アーカイブ概要欄に貼っておくんでね、ぜひ見てください。めちゃくちゃ面白かったと思いますね。本当に。だって、卓球のもう世界トップの水谷隼さんとかも出てくださいましたし、まあなんかこう、みかんさん VS ライキさんとか、まあ、上手い人同士の対決もめちゃくちゃありましたし、麦 VS KK とか、はい、まあ、それもありましたんで、ぜひね、まあ、まだ見てないよって方は見てみてください。めちゃくちゃ面白かったですね。なんでこういうなんかイベントとかも、なんか今まではこうドズルさんとかこう運営の方々が開いてくれて、それに、まあ僕とかは結構参加させていただくって形だったんですけど、今回はね、こう、僕と、まあ、キヨキヨさんとケンツで、こう、紅白戦をやろうって。みんなでこういうのやろうって決めて、じゃあ、どんな感じでやるのかっていう、こう、PV とか、まあなんか台本とかも、みんなで話し合いながら、台本ケンツがね、めちゃくちゃもう、本当に20時間以上ぐらいかけて作ってくれたんですけども、まあ、みんなでね、こう話し合いながら、あそこはあの方が面白いよね、みたいな。そういうのもね。はい。なんか僕たちで考えてやって、めちゃくちゃね、アホみたいにしんどかったんですけど。しかもお正月にね、はい。考えるっていう、お正月ぐらいゆっくりしたよな、とも思ってたんですけど、まあ、いざこう、終わってみると、なんかすごいやり遂げた感がありますしね、なんか、一瞬だったなっていう、もっとやりたいなっていう思いもあるので、またね、もっともっと、こういうね、イベントできたらいいですよね。面白いですよね、普通に。やってる側も僕ら楽しいですし、こう、コメント、ツイッターとかでもね、こう見ててめっちゃ面白かったですとか言われると、まあ嬉しいですね、というところでね、この僕のね、スケラフリーズでね、ケンツメシ君を、撃破しました。またね、ケンツはね、なんかこう、BO なんぼとか、もう、BO30、BO50、BO100 とかね、またできたらいいなとかも思ってますので、ぜひね、お楽しみください。で、2部中で最後、まあ、やらせていただきましたね。楽しかったですね。普通に楽しかった。もう、ごちゃごちゃ。お互い何も、アイコンタクトっていうか、もう、意思疎通で、デッキをね、決めようみたいな。キョウキョウさん、スパーキーで来んのかなみたいな思いながら、とりあえずまあ何でも万能なねデッキでいきつつみたいな、あっちはこう言ってないのにゴレ同士でとかすごいなとも思いながらね。さあとりあえずね、僕のママをね見せてあげたいと思います。ママ、まあ、弱くはないと思うんですけど、まあ間違いなく強くもない
間違いなく強くもない。まあ、下の上か下の中か中の下ぐらいですよね。いや、めっちゃいいトルネーされましたね、今。さて、今回相手は、おこれ、遅延スキラだ。待って。いや、遅延スキラっすよ。生きた。これ、マザーネクロ、ばっかみたいに活躍しますよ、これ。本当に。では、これ、トルネ警戒っすね。キング起動されたくないっすよね。見てる。マザーネクロ生きるのかな。いや、強い。え、これ生きるのは強い。そして、まあ。で、僕は、これ買ったくね？相手遅延スキラーなので、マザーネクロを一生温存しとけば、僕負けないっすよ、本当に。マジで。吹き矢もあるんでね。まあ、多分いけると思うんすけどね。まあ、負けるとしたら、ベビードラとかが止まんないとか、まあ、僕の攻めも、言っちゃ止められるので、まあそうですね、僕の攻めを完全に守られると、まあ、ポイズン削りとかでも負ける可能性はありますねという風な感じではあるが、いや、これ勝ちてえな。スケラはね、マザーネクロめちゃくちゃ活躍するんですよ。いや、これポイズン打たれんのかな、やめてほしいな。さあ打たれるが、まあ、相手のスケラレベル12だ。よし。いや、でかい。あれ？しかも、相手今、スケラポイズンで攻めたので、コストがなくて、死んでる。いや、でかいな。いや、これ、マザーネクロいれば勝ってるぞ。でも、なんなら逆サイも攻めていきたいっすよね、僕は。まあ、ボムタワー置いとくか、悩みますが。いや、これ、勝てるなぁ、これ、マジで。で、なんか、ずっとこう、同サイ攻めてると、カウンター食ちゃうんですよね。アイスイーツかベビドラが溜まって。なので、意外とこう、両サイドに振ってあげるのが、まあ正解かなというところでね。これベビが痛い。オッケー。いや、マザー。いや、マザー、やばいんですよ、これ。だって、めっちゃ豚。とりあえず豚ね。いや、マジで強いですよね。豚ほら。ね。止まんないんですよね。いや、やばいな、マザーネクロ。こう見たら、誰がどう見ても強いですからね。あれだ、まあ、お前、なんでそんな意味わかんねえカード使ってんだよっていう、まあ、ホレイですよね、と。まあ、いうとこでね、冗談抜きで刺さる相手には強いんですよね。なんか僕はこういうのがあるからこそ好きなんですよね。マザーネクロ。というわけでね、まあ、もう一戦ぐらい、こっちのね、使ったデッキ、スケラフリーズデッキをね、使っていこうかなと思います。で、このスケラデッキに LSP はキング起動されちゃうと、スケラが通んなくなるので、LSP 端前から出すのは、気をつけた方がいいですね。最後の最後の削りぐらいならワンチャンありますけど、本当に単体で LSP 飛ばすのは NG でお願いしまーす。ペッカで、マフマフよろしくー別に、なんもないですけど。とりあえず、ユーノですね。ユーノは、三子か、ペッカ工場か、なんか、陸の神器デッキって呼ばれるデッキかって感じですね。まあまあ、とりあえず、なんか、出しとけばいいですね。なんか、無理に攻めなくても、トリトンとかめっちゃ強いんで、僕、このデッキ。まあなんか、守っとけば、無理せず守っとけばいいよねっていうデッキですね、僕は。で、守って、まあ気づいたらカウンターできるかな、みたいな。あそこ無理とか、あ、惜しい。さあ、ペッカ工場のマジアチャ型ですね。なので、まあエレキがいると思うので、僕のインドラはね、マジで無能って考えていいですね。インドラは輝かない試合です、今回。まあ、エレキいないターンならいいとは思うんですけど、まあこれ絶対確定演出ぐらいでエレキですね。まあ、トリトンで守りましょう。ゴーストとかだったら、キング起動狙っていきたいですけど。さあ。で、まあ、ここも、まあ、無理に行かず、後ろから落ち着いていいと思います。これ、エレキワンチャン引っ張れねえかなとかも思ったんですけど。これ、逆サイも怖いですが、ほどほどに守りましょうか。いや、ムートが残ってるのは結構でかい。これ多分、ガインしちゃうっすけど、この後の馬場を引っ張ってくれれば、まあまあ、気持ち耐えれるかなという感じでね。まあ陸があるはあるものの、
毎回やっぱダメージをちょっと受けてしまいますね。なので僕もスケラーしっかり打っていかなきゃやばい。まあさすがに勝ちますけどね、なんかこう昨日やっぱムキとかはじめジャック KK とかの試合見ましたけど、まあ、なんか普通にね気づけばダメージとかも逆転しますし、気づけばあれなんか押してんなみたいな、上手い人はねこう負けそうなになりながらも気づけばやっぱ勝っちゃうっていうのが上手いところなんでね、僕もあの気づけば勝っちゃいたいんですけど、フリーズを縛るっていう大失態を起こしてしまいました。あれあとあとボコボコあのごめんなさい、やっちゃったな、あの本当に芝フリーズねやっちゃいまいましたが、まああのそういうこともねあるんで皆さん気をつけてくださいというわけで、普通にね負けちゃいましたね、これはもう間に合いませんと、まあいうわけで今後もねイベントなんかいろいろ盛り上げてるとか盛り上げていけたらねいいとも思いますし、ぜひねこういうマザーネクロとか、フリーズデッキもね皆さん使ってみてくださいというわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。まだね。